久留米市。久ル市は、福岡県の南部、筑後地方にある都市。福岡市、北九州市に次いで、福岡県では、第3位、九州全体では、第8位の人口を要している。福岡県の南部と佐賀県の東部にまたがる、筑市平野で最大の都市で、市町村静止工事、1889年4月1日、からの市である。年に、 特例市に指定され、2005年2月5日に、三井郡北野町、水間郡水間町、水間郡城島町、浮葉郡田主丸町を編入し人口が30万人を突破、2008年4月1日に中核市に移行した。地域は、旧水間郡、三井郡、山郡、浮葉郡に該当する、筑後地方の中心都市であるとともに、独自の経済圏を形成しており、 クルメ都市圏の人口は約43万人である。近年では、福岡市の吸引力増加、博多からクルメまで 35km ほどであるから、中心市街地の商業的吸引力が低下する。一方で、福岡市のベッドタウンとしての機能は強まっている。福岡県の南部、筑後平野に位置する。中心街である西鉄クルメ駅から JR、クルメ駅にかけての一帯は、 福岡市から約4 0トルの場所に位置するが、2005年の周辺自治体編入により、地域は東西約3 2トル南北約1 6トルとなり、東西に長くなった。市の北東部から南西部にかけて、筑後川が流れている。ほぼ川に沿って境界が引かれており、筑後川が市内を貫いている部分は少ない。市の南部から南東部は、 美ノ連山と呼ばれる山地となっており、高鳥山、星新山、美ノ山などの山々が連なっている。2016年1月25日に、クルメアメダス、標高7メートルにおいて1977年に、統計開始されて、以来の最低気温、気象干渉、アメダスとなるマイナス6.5度を記録した、過去の最低気温記録は1980年2月10日のマイナス6.1度。 クルメという地名は、室町時代から文献に見られ、クルメとも書かれた。法恩実母付帳によると、欧二25年、1418年には、クルメという地名が記されている。その語源については、などの諸説があるが定説はない。律令成果で制定された、両政国の一つである、築語国の国府が置かれ、以後、築語国の中心として栄えた。 平安時代末期の長官2年、1164年、非全国の豪族、草野久し行が、現在の草野地区、旧草野町を入り、以後約400年間、北部の山本軍は、草野氏が支配し、南部の水間軍は、地区後十五条筆頭の柳川の鎌地氏市と久留米市、西牟田の西牟田氏が支配してきた。天正15年、1587年、 豊臣秀吉の九州国分の結果、筑前、筑後と飛前のそれぞれ一部を与えられた小早川高景の養子、修法が久留米城に入った。関ヶ原の戦いの結果修法は改役され、石田三成を捕らえた三河国岡崎城主、田中義政が柳川城に入り、筑後一国を治めた。六年、1620年、柳川二代目、藩主、 田中忠政が死去すると、田中家は、む津具団となった。田中地区後一国は南北に分けられ、内北部に、有馬と陽氏が、丹波国福知山、現在の福知山市から、家造移法され、以後久留米は、有馬市の統治による、久留米藩の中心地となった。江戸時代は、藩の食産工業作もあり、久留米ガスリなど、商業都市として発展する。廃藩によって、 久留米県、水間県の県庁所在地となったが、1888年、明治21年に、水間県が福岡県に統合されたため県庁所在地では、なくなった。1897年、明治30年に、第十二師団、1907年に、第十八師団の駐屯地になってからは、軍都としても、傍聴、1922年、大正11年に始まった。 自家微生産が、ゴム化学工業の発展に結びつく。太平洋戦争末期、1945年、昭和20年8月11日の、久留米空襲により死者212名、消失個数4506個を出した。編入、とあるもののうち、突起ないものは、久留米市への編入。交戦歴代市長、久留米市議会通点数が、人口万人当たり、 約発見であり、日本一である。また、日吉町には、文化街と呼ばれる、観楽街があり、夜に賑にわいを見せる。2008年11月には、B 級ご当地グルメの祭典である、B、B-1 グランプリが開催され、2日間延べ約20万人の、人手で賑わった。ブリジストンの創業地であり、グルメ工場は、グループのマザープラントとして、 重要な生産拠点となっている。他にムーンスター、アサヒシューズとゴム加工品メーカーの工場が多く所在する。近年では、ダイハツ工業の子会社であるダイハツ九州の軽自動車専用エンジン工場や、東プレの子会社である東プレ九州の自動車用プレス部品製造工場などが進出し、北部九州における自動車産業を集積化の一翼を担う。また、 旧城島町は、筑後川沿いに、数多くの酒造業が軒を連、ね、伏見、島、名台佐と並ぶ、日本三大酒所として栄えていた。2005年の周辺町の編入により日本酒の醸造メーカーが18社となり、京都市、神戸市に次いで、清酒製造場数で、全国第3位と返り咲いた。市内に本店を持つ金融機関。市内に支店を持つ金融機関。 従来の製造業一辺倒からの脱却を図るためにバイオ産業の集積を目指す福岡バイオバレープロジェクトのもと福岡県と共同でバイオ関連産業の育成振興が推進されている人口あたりの医師数は全国トップレベルであり久留米大学医学部をはじめ PET 等の最先端医療設備を持つ施設が集積した高度医療都市である最寄り空港は 福岡空港で高速バスも頻繁に運行されており、市民に最も利用されている。また、佐賀空港へ予約制乗り合いタクシーが運行されている。太とは中心駅。市内では JR 九州が3路線、西鉄が2路線の経5路線が運行されている。JR の久留米駅は西鉄の西鉄久留米駅と区別するため、 JR 久留米駅と呼ばれることが多い。市街地の中心部に位置するのは西鉄久留米駅で乗降客数は JR 久留米駅より2万人以上多い。路線の詳細は各バス会社の記事を確認のこと。市内で高速バスを利用できるバス停は、縄手、JR 久留米駅、市役所前、六門、西鉄久留米駅、文化センター前、13部、千本杉。 クルメインター南、クルメインターチェンジ、高速グルのーの神が、その他、クルメ市社会福祉協議会が、旧田主丸町において、定期運行の無料福祉バスを運行している。また、隣接する広川町の予約型乗り合いタクシー、触れ合いタクシーが市内の日高整形外科病院へ乗り入れるが、クルメ市内の停留所は、この一箇所のみである。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。